僕の腰痛は最初は坐骨神経痛みたいな感じになって、でなんかこう左のね、臀部がこう痛み出して、そのうち左の足の先の方までしびれが来て、なんだこれはと、なんかとんでもないことになってるぞと、ね、レントゲンを取ったら腰椎椎間板ヘルニアですよってこう言われたわけですよね。で、まさかね、自分がこうヘルニアって言われると結構ほら、もう一生こうやって爆弾を抱えてみたいな、そういうイメージがあるんですけども、まさか自分はと思ってて。でもしね、そういうふうに極度のこう腰痛とかになった場合とか、ヘルニアですよって言われた場合には、まずね、最初の初期段階の症状っていうのはそれほど自分で思ってるよりも、重たくないんですね。やっぱ痛みがあるとかしびれがあるっていうのは体のサインなので、やっぱそういうふうに体のサイン、だって痛みがある時ってじっとしてると痛みないでしょ。でも動くとやっぱり痛みがあるわけです。だから、まあ動物でもそうですけども、動物は痛みがある時はもう休みます。自分の体をね、あんまりこう酷使せずに、もう本当に餌も取りに行くのもね、体が痛いから動けないでしょ。だからもう断食しますよね。痛みがある時っていうのは変に動いたりだとかスポーツしてとかなんか治療してっていうより、まずは安静にしてもらって、その患部の炎症をまず抑えると。あんまりこう栄養も取らない方がいいですよね。なんかサプリとかどうのこうのとかで胃腸とか肝臓に負担をかけるんじゃなくて、もう内臓も休めて体も休めて、まずは様子を見ると。それでもまだ痛みがあるようであれば、病院行ってなんか処置してもらうなり、もう本当にもう七転八倒するぐらいの痛みがあるんだったら鎮静剤をねちょっともらうとか、湿布を貼るとかっていうこともすればいいですけども、まずは休んで様子を見るっていうのが大事ですね。で、休めない仕事があるからどうのこうのって言うんであれば、いろんなね、事情があるから大変だと思うんですけども、体がね丈夫であれば何とでもなりますから、人生だから、その時の自分の状況をまず大事にして、体が弱ってるんだったらしっかり休ませると。ね、ほんで仕事があって困るって言っても、生活費がうんぬんって言うんであれば、そういうふうにね状況をこう変えて、家族のね方ともこう相談し合って、まずはこう治すことに、専念されたらどうですかね。あとは保険に入ってる方だったらね、保険を使ってこうね治療を受けるなり、いろんなこう手立てはあると思うので、まずは自分の体をね大切にするっていう形で、まず休ませるというのが大事かなと思います。はい、どうも、私が、リリースしているこちら DVD セットですね。全身指圧マッサージ、ディスク1、2、あと3、4ね、絶賛発売中です。